続いては世の中のさまざまなトレンドを調査するこちらのコーナーです。カトリーナのトレンド探偵。はい、カトリーナこと加藤里奈さんです。おはようございます。よろしくお願いします。トレンド探偵、これまでおよそ90のトレンドを調査してきました。その中で今回はこの3つのトレンドの回に登場した人の追跡調査をしてきました。アラフォーアイドル覚えてます。おお。ソロウェディングっていうのはこれ一人で結婚式。はい、トレンドというと一過性でその場限りかと思いきや、意外にもその後の人生に大きな影響を与えていたことが分かりました。当時の映像と合わせてご覧ください。まずはこちら、2019年のアラフォーアイドル。全国各地で40歳前後のアイドルグループが増えました。取材したのは名古屋を中心に活動するシャインフォーエバー。ライブハウスを満員にするほどの人気ぶり。中でも密着したのはメンバーのリーさん。平日は家事をしながらエステサロンの経営もする忙しい日々を送っていました。子供の頃は聖子ちゃんに憧れてましたけど、大人になってからそんな夢も忘れてましたね。しかし40代になり、改めて自分の夢を叶えようと挑戦することにしました。3年経った今、リーさんたちは皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。なんと彼女たち、ある進化を遂げていました。私たち実はメジャーデビューしたんです。メジャーデビュー、ありがとうございます。去年つんくさんに楽曲を提供してもらい、全国のアラフォーアイドルとともにメジャーデビューを果たしていました。デビューイベントの映像がこちらです。アラフォーアイドルをやってきてよかったなって一番実感したかもしれないです。普段の仕事も充実。経営するエステサロンではオンラインで美容のアドバイスをするサービスにも乗り出しました。シャインフォーエバーのコンセプトはいくつになっても輝こうなんですね。なので私たちもこれから、まあ、アラフォーアイドルですけど年齢不詳で頑張っていきたいと思っています。あのトレンド探偵は挑戦真っ只中の人を取材してたんですけども、今回その後を知ることによって何かに挑戦して培ったものっていうのはみんなそれぞれの人生の財産になってるんだなっていうのが分かりました、ね、トレンドのこと、新しいものをやるっていうことですもんね。ここまでトレンド探偵でした。